はい、こんにちは、速稼塾のふぶです。モッピーでね、よく金融ブラックでカードが作れないって方もいらっしゃるんですけども、別にそれだけじゃないですからね。よくね、金融カードばっかりがなんかそのやり玉に挙げられますけども、あのモッピーの中でもポイントがつくのって3000ぐらいあると思うんですよ。まあ、今日はね、その中でカードが作れない人はどうすればいいんですかっていうことについてちょっとお話ししようかと思いますけども、裏を返せばカードが作れる人でもカードってね、半年間に3枚しか作れないんですよ。それ以上はブラックになっちゃうんで、申し込みブラックってやつです。ですからカードが作れる人でもカードしか頭にないとすぐ行き詰まるんですよ。ということで条件は一緒ですから、あのカード以外でね、探していけるかどうかってことが、まあ、ミソになってくるんですよね。実際いかがですか。検索してみてカード以外にいっぱいあったでしょ。いっぱいあったと思うんですよ。で、探してないってことでしたら探した方がいいと思います。私に聞くよりも探した方が早いですから。ということでね、あの私これからね、動画やりますけども、ただね、これね、自分で見つけるようにならないとそもそもスタートラインに立てないんで、ここは誤解されないようにしてくださいね。それでは画面を切り替えていきます。まずね、これ口座開設っていうので引いてみると、これ見てください。暗号通貨の口座開設、銀行の口座開設だけでもらえるポイントがこうやっていっぱいあるんですよ。これだったらできることないですか。あの別に金融ブラックでも口座開設はできますからね。っていうのとか、そうですね、山ほどあってあれなんですけど、あ、この無料登録とかってありますよね。無料登録ってのもあるんじゃないですか。無料登録でもありますね、こうやって。まあ、ポイントが低いよって言われればそうなんですけども、やっぱりね、あの誰かに得させるものでもなければ、やっぱポイントはね、ちっちゃいんですよ。だからこれを積み重ねていくっていうことが最初のスタートになりますよね。だからね、1000ポイントとか1万ポイントしかやりたくないんだってことになると、今までの経歴とか、それから今までの年収とかがすごくね、バーターになってくるわけなんですよ、取引条件に。それがない方は、少ないポイントを地道に貯めて、で収益を増やして、でカードが作れるところまでまず登ってこないといけないかなっていうことになりますよね。で、次にね、友達紹介をやってみたらどうかなと思うんですよ。このモッピーのサイトの使い方とか紹介をする動画を作って、友達紹介っていうものをやっていくと、私ね、あのまだ1ヶ月経ってないんですけども、36人紹介が起きてるんですよね。ということは1日に1人以上紹介が出せるんですよ。それをやってもいいかなと思います。他にはどんなのがあったかな。まあ FX の証券口座がいいんじゃないですかね。 FX の証券口座か、先ほどの暗号通貨の証券口座ね。これが割と簡単で金額も大きいと思いますんで、金融カードの次に行くんだったらそういうことになります。他はそうだな、電気の契約を変えてみたらどうですか。これね、今お使いの電気をもうちょっと割安な au 電気っていうのに切り替えるだけで6000円もらえちゃうと。でプラスキャンペーン中で毎月1000円が12ヶ月もらえるっていうのもついてたと思うんですよね。まあちょっとやればキリがないんで、今日はこのところにしましょうか。はい、別に金融カード作れなくてもこのポイントサイトとかセルフバックに困ることはないんですよ。どんどんできると思います。それこそね、50万でも100万でもカードなしで作れますんで、まずやってみましょう。最初の1個とか最初の1万円を作っていきましょう。そういうことですかね。今日はちょっと紹介しましたけども、基本的にこうやってなんかいいのないかなって毎日見るっていうのが最初の作業になってきます。私はもうモッピーとかポイントサイト の経験が多いんで、検索窓からねピンポイントで探していきますけどね。無料資料請求とか無料面談とか、こんな感じですよね。あと報酬の高い順に探すっていう検索もポンピーの中にありますので、活用していただければと思います。では今回は以上です。